はいどうもお疲れ様です。9月16日朝6時の相場解説になります。これデイリー見ていただいてるんですけども、全体的にはね、右肩上がりではあるんですよ。右肩上がりでは。ところが今、瞬間的にこの辺りだけを見ると、ちょっとね、あの停滞気味ですね。その辺は4時間1時間でもお話しできますけども、あの例の介入の件がまだちらついていることと、あと金曜日ってこともありますんでね、今日は基本的にエントリーなしでもう相場はお休みだと思って、 金土日と、ぜひね、リラックスして過ごされてください。私の方ももう更新することはありませんので、えー、今はね、何をやってももう何もできれません。<laughs> そういう時ってあるんですよ。あの、何度も例え話で出しますけども、私たちはね、あの、マーケットっていう海に、あの、船で漕ぎ出す航海士なんですよ。で、船で出るときに、例えばね、全く風も波にないときに船を出すと、全然、その、方を上げても進まないでしょ。 うん、だから儲からないんですよね。相場が動いてないと。あとは相場が動きすぎて、嵐とか乱気流みたいな時に、やっぱ船出しませんよね。だから、程よい時期を待って、そこで船を出すってことをしなければ、もう命がいくつあっても足りません。ですんで、今みたいな時ってのは、本当にね、もうお休みですよ。自主休業してください。こういう時に無理に挑戦する必要はありません。もっと高いレベルになってからやりましょう。じゃあ4時間を見ていきます。 さあ4時間なんですけども、このダブルトップと、このダブルボトム、これを繋ぐことができます。こういうふうにね。ですので大きなレンジができることは見て取れると思うんですよ。その中でも、今収束にまっすぐ向かってますね。上下のボラティリティの幅がどんどんなくなってきてるとこです。じゃあそれを1時間でさらに細かく見ていきます。はい、材料といえども、 動きがあったわけですよこういうふうにね。で、そっから、今度は、上下が縮んできて、で、ここに至るわけですよ。で、収束して、まあ、三角形みたいな形になりますよね。収束した後はブレイクなんですよ。ただ、そのブレイクが上に向かうのか、下に向かうのか分からないのと、今、介入をかなり匂わせてるところなんですけども、市場介入はね。 でこの市場介入はいつあるのかも分からないまあさすがに3ヶ月後っていうことはないでしょうけどもないのかもしれないけどもあるとしてもそれがまあ今日はしたってことはないにしてもですね来週なのか再来週なのか分かんないじゃないですかそういった前提を持って投資家さんはこのチャートを見てますんで我先に資金を入れる人って考えにくいんですよで私たちのトレードっていうのは誰かが大きな資金を入れたからそこについていくって形でそのおこぼれをもらってる状態ですんで 誰がいつ動くか分かんない状態、特に今日みたいな日ってのは、まあエントリーは少なくともする必要がないかなと思います。エントリーをしないんだったら相場分析を必要以上にしても仕方がないんで、今日はこの辺で切り上げってことになりますね。だからまあ、また月曜日にお会いしましょう。まあ、土日にもね、何かしか放送するかもしれませんけども、そこはあんまり気にせずに。月曜日も多分、あの、ファンダメンタルが効いてると思いますんで、介入するぞ、しないぞ、みたいなね、そんな雰囲気が。 今日はおとなしくしてみましょう。じゃあ追加放送はしませんので、お疲れ様でした。また月曜日にお会いしましょう。